ニコラスペタスは、デンマークの男性空手家、キックボクサー、俳優、ギリシャミコノス島出身、日本東京都在住、リーボックマスタートレーナー、芸能プロダクションエクセリング、帰婚。1973年1月23日生まれ、ギリシャのミコノス島で、アメリカ国籍のギリシャ人の父とデンマーク人の母の間に生まれる、3歳の時に、 父親が他界したため、母親の故郷であるデンマークに移住した。1988年、極神会館デンマーク支部への入門を経て、1991年に、東京池袋の極神会館本部道場の和歌、自主寮に入寮し、内弟子となる。ペタスが卒業した1ヶ月後に、大戦総裁が亡くなり、大山マスタツ最後の内弟子は、ペタスのキャッチフレーズにもなった。 1998年より、K1 に参戦し、2001年に行われた、K1 ジャパン GP2001 に出場し、決勝戦では武蔵を破り、日本王者となった。2001年12月8日、K1 ワールド GP2001 の決勝大会で、アレクセイ・イグナショフと対戦。ニールイグナショフの首相撲からの膝蹴りが、顔面に直撃し尾骨を骨折、TK 負け、 2002年6月2日、セルゲイ・グールとの試合で前線していたものの、右ローキックを繰り出したところ、グールが一瞬遅れて、ローキックを操り出し、グールの膝の部分にペタスのすねが当たるアクシデントで右すねを骨折、長期欠場を余儀なくされる。さらに、本人の了承なしに、極神会館の記者会見で事実上の引退状態に追い込まれていたが、 2005年10月9日にオランダでムエタイルールの試合を行い、現役復帰を果たした。2006年3月18日、エクスプロージョンスーパーファイト13のセミファイナルで、マットサモアと対戦予定であったが、工業の途中で観客が発砲する騒ぎが発生し、試合は中止となった。2006年12月31日、 K1 プレミアム2006ダイナマイトにてバダハリと対戦。実に4年振りとなる K1 出場であったが、1R 中盤にバダのキックで左腕を痛めてしまい、2R にバダのボディブローを負傷している左腕に受けてしまい、ダウンを取られ、セコンドがタオルを投入、敗北した。またしても左腕の骨折というアクシデントを負った。2007年8月5日、 K1 ワールド GP2007 インホンコンにて、ピーターアーツと対戦。序盤には、フックの連打で、アーツをロープ際に棒立ちにさせたチャンスもあったが、最後は、アーツの右ハイキックで小負け。2007年11月9日に事務開きされた、AE ファクトリーの打撃担当コーチに就任。2007年12月31日、 K1 プレミアム2007ダイナマイトでキム・ヨンヒョンと対戦。身長2メートルを超す長身の相手の圧力に押し込まれる部分もあったが、右ローキックを相手左ももに集め、ニアールに小勝ちした。入場時には、アイアドチ系の生かで入場した。2008年2月29日、クラブファイトイベント、スモーカー SO プロデュース。ペタス率いるチームペタスと、 アベヒロユキるエク・ティグレースの対抗戦が行われた。2008年8月9日、K1 ワールド GP2008 インハワイの1回戦で、リックチークと対戦するも、右太もも内側の筋肉を負傷し、試合放棄した。2010年、映画、エクレールに出演。2011年2月、現代狂言部位、南原清高 野村満載の現代狂言シリーズで山田マリアとゲスト出演予定。ありがとうございます。